ねえねえ、うんたくん、ヤマタノオロチ退治は出雲が舞台になった有名な神話と聞いたけど、どんなお話なの？この神話も日本書紀に書かれているんだ。スサノオノミコトがヤマタノオロチを酒に酔わせ、眠っていたオロチを剣で切ってオロチを退治し、オロチに飲まれようとしているクシイナダ姫を助けたんだ。そして二人は出雲の菅に住まいを構えて、やくもたつで始まる有名な歌を詠んだんだ。これは何の絵なの？この絵はヤマタノオロチ退治の神話を描いたものだよ。月岡義俊という絵師が描いたものなんだ。激しい風の中現れたオロチ、剣で立ち向かうスサノオ、岩の上にしめ縄を張って座る稲田姫などが描かれている。ところで日本書紀の神話では、櫛稲田姫は櫛に変化させられたことになっているんだ。でもここでは美しい姿で描かれている。これはオロチ退治神話が語り継がれる間に変化したことを示しているんだ。へえ、神話は時代によって変化するんだね。展示では他にもオロチ退治を描いた絵や、石見神楽で用いられる神楽面や邪道を紹介しているよ。スサノオになって写真撮影ができるスポットもあるよ。日本書紀には他にはどんな神話が描かれているの？天地の始まりや日本列島の誕生、出雲に関するものでは大国主の神の国譲り神話も記されているんだ。古代出雲歴史博物館企画展編纂1300年日本書紀と出雲、12月6日まで開催。ぜひ皆さんお出かけください。